クトゥルフ神話 TRPG 腕に刻まれるし始めてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではあなたたちは世良医学研究所にやってきて取材をすることになるんで、建物の前集まってることにしましょうか。集まった直後4人どんな感じの会話になりますか。わあすごいっすね。ドズルさんやっぱ筋肉ありますね。結構いやーありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。褒められたくて仕方ないからこの人。いやすごい、めっちゃすごい筋肉ですねって言いながら僕ずっとおっぱい触ってます。ちょっとやめてください。かなりセンシティブな。いいな。いいな。おかしいでしょ。今日私たちこちら世良医学研究所にやってまいりました。うわここか。ここはい、怪しいな。何を研究しているのか突き止めたいと思います。うわ人殺してるだろ。わかんない。こっから出る頃には僕たちもいないかもしれない。いや怖いですって。消されるかもしれないから。ゾンビになってるかもしれない。受付の人がやってきてちょっと苦笑いしてるんですけど、じゃあ奥中どうぞ受付済ませますのでって言って中通されますね。これ名前書くとこですか。名前とかそうですね書いていただいて、あとあのカメラは許可出してるんですけど、スマホとかだけ機密保持のため中から連絡外に出すとかはまずいので、あとあの映像も後でチェックさせてもらいますので、ちょっと一旦スマホ預けていただけますか。厳しいな。厳しいな。厳しい。スマホダメ？カメラ OK でスマホダメってことある？あその映像も後でチェックさせていただきますから。あれはどうですか？ウィルコムはあれですか？誰が知ってんねんそれ。ピッチはもう終わってますね。サービス。そうか。厳しいんだな。預けるしかなさそうですか。預けるしかないっすね。はい、もうはい、お預かりいたします。お母さん。パソコンがある。あとですね、こちらのタグを腕に装着してください。これアップルウォッチ？アップルウォッチだねこれね。著作権大丈夫ですか。タグをつけてください。タグえいいからつけてください。めっちゃごねるけど。後で生産するやつでしょこれ。あのホテルで施設内で使ったやつが使ったやつ後で生産するやつなんかあったらそういうの。健康ランドのやつ。健康ランドみたいな。そうそう。いやまあ実際これで鍵は開きます。鍵開きますこれ。開くんだ。ゲスト用のやつです。まあとりあえずつけるか。つけますか。つけますか。つけないとね、はい、まあ入れないと意味ないからな。腕4本あります。他どこにつけるんですか。足とか首とかあるじゃん。ああ確かに。大体腕ですけどね。首にはつかないでしょ。ホテルでつけるやつじゃんって言った人が腕以外につけることあります。腕でお願いします。ですね、はい、左右どっち。左右それはもう好きな方が。じゃあ左に。じゃあ俺も左。じゃあ僕も。じゃあこれで中どうぞ案内していきますので見てっていただいて結構ですので。ちょっと俺でも名前書くとこにフリーザって書きたいんですけど。いやなんでその個性を出してくる。フリーザ様って呼ばれたい。呼ばれたいだけじゃん。呼んだりはしないです。呼ばれたいんですか。じゃあまあとりあえずフリーザって書いておきましょう。よし呼ばれるかな。じゃあフリーザー様4名様じゃなくご案内しますので。おっ俺が書いたんですよこれ。面白くないですか。だいぶ痛い人と一緒に来ちゃったな。恥ずかしい恥ずかしいよ。これからずっと呼ばれるのこれ。フリーザ様フリーザ様ご一行だよもう。行きますよ。ゆるりるさん。じゃ中案内されていくとですね、研究所それ自体は特徴のない建物なんですけども、よく見ると窓や扉には緊急時外部と隔離するためのロック機構やシャッターとかがあって、結構物々しい雰囲気ですね。金かかってますねこれ。医学研究所ってこんな感じなんですね。ねえそうですね、うん、怖いな。なんかまあ時代の最先端の薬とか新薬開発しておりますので、まあやっぱよそのところに必要な情報が渡ると大きな損失になってしまいますから、まあ、こういったこともねしっかりはっきりしていくってことになってます。なるほどなるほど、はい、なんで僕たちの取材を受けてくれたのか気になりますけどね。そう気になる。なんでふざけた連中。そうですね。ちょっといろいろこういった物々しい厳重な措置をしてるのもあってか、なんか怪しいことやってるんじゃないかみたいな。ああ、はいはいはい、なんかそういったちょっと根も葉もない噂が広がっているので、まあ、どうすならじゃあ堂々と取材を受けて、よければちゃんと新薬の開発をしてるんだよっていうのを広めていただけないかっていうことですね。ああ、それだったらもう俺ら以外に敵人はいないっすよね。そうですね。なんですごくこちらとしても助かってるので、もうじっくり取材していただければと思います。わかりました。でもあの闇を見つけてしまった時は暴かざるを得ないですけど大丈夫ですかね。ビデオのチェックはさせていただきます。あそうですか、
じゃあそんな話をしながらですね、いろいろと中を見ていくことになるんですけども、こんな感じになってますね。何か気になるとこありますでしょうか。すごく変な形の施設ですね。もう確かに、うん、会議室長っていう確かに気になるとこ、まあ生態実験室でもなんかすっげー地下とかすごい気になるけどね。なんかバイオ地下、いやまあ確かにいきなり地下行きますダメだろ。一旦仮眠しません寝てないんすか。早いな。コンピュータールームとか気になりますけどね。いや確かに気になるですね。うん、まあでも順当に左順でいいかもしれんけど。あ、じゃあちょっと行ってみましょうか。そしたら早速会議室とかコンピュータールームとか気になるとこ見に行こうとするとですね、まあ、男一人やってきてですね、あ、取材に来た、YouTuber の方たちでいいのかな。はい、あ、はい、あ、そうです。あ、申し訳ない、ちょっとトラブルが少し発生したので申し訳ないけど、この会議室の方一旦中入っといてもらえるかな。すぐに解決すると思うから。あ、わかりました。おい、おい、あ、申し訳ない、せっかく来ていたのに。すぐに連絡するので。はい。あつ誰だなんか名乗らなかったな普通名乗るっすけどね。普通名乗りますよね。はい、まあまあまあ。会議室通されると一人先客がいてなんかやってる様子ですね。ノートパソコンで仕事してる感じです。ちょっと話しかけてきますね。すみません。何ですか。 LINE 教えてくださいバカやめろ早い早い。何しに来たんだお前。何ですか。ダメですかね。スマホ持ってないですし。くそ、そうだったみんなのところに戻ります。すみません、失敗しました。え、ちょっと次ボンさん行ってくださいよ。ちょっと行ってください。はいはい、わかりました。もうこういうのは任せて。魅惑のボンジュール、うん、日本みたいです。君はどこから来たんだいダメだろそれ何だこいつ。いやいい天気だね会話下手な人みたいなあの窓とか全部閉まってるんでいまいちわかんないですけど、何か用ですか。いや、用っていうほどの用じゃなきゃ。ああ、あれ、もしかして君生き別れのお兄さんとかいる。いないです。あ、いないんだ、いないんだダメそう。いたとしてどうつなげるつもりだったんですか話を。僕のね、いるかいないかもわからない妹によく似てて君が妹、あ、妹いなかったわ、いなかったわ。本当に魅力高いんですよね。外見良くてバカなんですよじゃあまた後でね。失敗してません、あれ。いや、行ってきたよ。どうでした。いや、全然感触なさそうでした。いやいやいや、全然手応えあり。見て、あの赤らんだ顔をいや、切れてますよ、多分あれ。嘘、怒ってるんだ、あれ。怒ってて顔若いですよ。怒らせてからのギャップよ、ギャップ。あ、なるほどね。ギャップ、ギャップ、ギャップ。気になってきたみたいな。運命の出会いって最初マイナスから入った方がいい。いや、確かに上がるしかないですね。ないけどな。あなた何歳でしたっけ。そういえば僕44歳でしたっけ。僕44。結婚されてないですよね多分。結婚してない、してない。ああ、なるほど。あーって何あーって何変なマウント取んなって。違うフリーなだけ。あ、そうだフリーザーだけでね。フリーザーじゃない、フリーザーじゃないそのタイミングで地下の方からバンっていう小さな爆発音の振動を感じますね。何？爆発音。何すか今の。外が騒がしくなる。廊下を走り回る足音や土星悲鳴が聞こえてきます。え？絶対ネメシス来てますよこれ多分バイオになってるって話が。お姉さん、お姉さん、これなんすか。わかんないです。何かあったんでしょうか。こんなことたまにあるんですか。いや、ないです。え、明らかに異常。ありえない土星っていうか悲鳴でしたよね。開けていいのかな。じゃあ扉は開かないです。え、開かない。閉じ込められました。ロックかかってる。え、なんでなんで。ちょっとなんか探ろう探りましょう。じゃあ探ろうということで、ドズルさん、そのロックかかってるところはですね、はい、画面がついていてですね、モニター、うんうん、そのモニターにさっきのあのタグをかざしたりすると扉が開いたりするんですけども。なるほど。まあ、それが反応しなかったっていう感じですね。あ、反応しないんだ。うわ、なんでだ。あ、じゃあなんでだってなるとクラスが足りませんみたいな表示になりますから。うわー、あー、そういう感じか。階級的なクラス1だ僕たち。お姉さんは高いんじゃないですか。私あのアルバイトなんで私もクラス1です。最悪や。アルバイトかだよなんで最悪って言われなきゃいけないんですか。そうにボンさん、なんとかしてください。わかった。これは由々しき事態です。わ、はい、かります。それは、うん、まずはみんなで落ち着きましょう大丈夫かな。不安だな。それ聞いて落ち着いてきた。なんか落ち着こうみんな万が一のために飲み物とか食べ物持ってる。俺持ってないです。持ってない。そういえば俺も持ってない。君は持ってるかい。
私ですか、チョコがちょっとだけあります。チョコがちょっとだけ、そんなにかかってないですせめてチョコがちょこっと確かに確かに。そのクラスってのはどうやってあげればいいんだ。あ、じゃあクラスってなんだって見るとですね、皆さんのタグの深度と書かれたものが1に増加していることに気がつきます。え、これなんか進行度みたいな、なんか感染してんじゃないですか俺ら。あ、いやまさかお前、これ分かった。え、もう分かったの。この線で分かることある。この子との親密度だろこれいや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 、ちょっと待って、だとしたらボンさんマイナスですって。俺とボンさんマイナス。進んだ進んだ。あ、進んだんだ。恋愛ゲームみたいなのか。親密度だろって言ったボンさんはですね、奇妙な音があなたにだけ聞こえてきます。薄暗い地下、火山の噴火、地震による鳴動、不気味なうなり声があなたには見えたり聞こえたりしました。産地チェックを行ってください。わー、どうしました。いつもこんな感じなんですかボンさんは。急にちょっといつものやつが出ちゃいました。ちょっとゆっくりでいいですよ。あ失敗してる。あんなんいつもなるんですね。1D4 失うので 1D4 って入力してください。4点最大4点ですね。ボンさん大丈夫ですか。ボンさんどうしたんすか。さっき自分で落ち着いてって言ってたのに一番取り乱してるごめんごめん、大丈夫大丈夫大丈夫。え、どうしたんすかいきなり。なんか急にひどいうめき声やら、なんか噴火の音やら聞こえてきてさ。噴火の音、びっくりした。なんかどっかから、なんだ今の音。え、みんな聞こえなかった。聞こえないです聞こえないです。聞こえないですね。聞こえてないけど。そう、君には聞こえたかい。いや聞こえないです。え、もしかして僕たち入れ替わってる。入れ替わってない。変わってないです入れ替わった要素どこにありましたよ。ないないない、聞こえてないんで。あ、聞こえなかった。え、嘘、なんか聞こえたのよ、はい、今どっかからいろんな変な音が。何今の。では何今のっていう風に何が起きたのか把握できずにいる中で、何の前触れもなく会議室の扉が開きます。お、開いた。なんかこれ罠ですかね。なんだこれ。先ほどまでですね、あなたたちを案内してくれた人、その人の肌は灰色っぽく変色して動きがぎこちなくなっています。聞き取りづらい声で、逃げろ G ウイルスがとうめいた後、よろけて倒れてしまいました。え、 G ウイルス、これはい、絶対バイオハザード。本当にバイオハザード、絶対バイオハザードですこれ。え、その後倒れ込んでですね、机に頭を強打して、驚いたことに彼の首は石像のようにポッキリと折れてしまいました。断面からはドクドクと大量の血が溢れ出ています。全員産地チェックを行ってください。正気とロールです。何これ。あ、失敗、いい数字なのに。あ、成功。成功した人は1失います。失敗した人は 1D4 失います。うわぁ、 OKOKOK。 あ、1だ。いいな。というわけで皆さんの目の前には1体の死体が転がっている状態です。もう帰りましょう。帰れるの。まあ、扉は開きましたね。まずいですよこれ、撮影どころじゃない。んー、なんか G ウイルスがなんとかって言ってましたよ。逃げろって言ってますよね、しかも。逃げた、逃げろ逃げろ逃げろ、もうえ、でもこんなになりますかね、なんか石みたいに。いや確かにゾンビっぽかったけどな、うん、いやちょっとここで私調べたいと思います。お、え、はい、私の生物学知識で来た、この死体について調べます。残念。え、何やってんだ。では生物学的な見地からは分からなかったんですが、何も分からん彼が震度7と表示されていること、タグに、かつクラス2のタグを持っていることが分かりますね。この人のやつはなんか強そうですね。これ持っとっていいっすよね。これもらっていきましょう、もらっていきましょう、うんうん、誰が持ちます。これじゃあ俺パッて拾ってウィルさんにつけます。何で俺につけんだよ、俺一番危ういのに。それで震度って変わりました。震度って1ですかね。7から1になってますかね。ああ、なるほど。ああ、じゃあ確かにルビーでさん震度1と表示されてますね。なるほど。っていうことは、やっぱりな、7になったらアウトってことですよ。で何らかで俺ら1上がってるんですよね。なんかした。何し、要は進行してるんですよね。感染してるっすよこれは。やっやっぱり親密度じゃないか。違う。このおじさんと女の子親密度何なんですか。そう、だから意外と意外と。どうなんだ君、おじさんとは親しかったのかい。仮にそうだとして7になったら死ぬんですよえ、どうします。これ逃げた方がいいんですよね。でも僕ら感染してる以上、逃げてもどちらにしてもって感じじゃない。解除する薬的なのってことあるんじゃない。確かに G ウイルスワクチン。このバイトの子にちょっと聞きたいですけど、はい、震度って多分このウイルス的なやつで多分俺たち感染してると思うんだけど、はい、なんか心当たりみたいのはない。
全然ないです。ないかだこいつ一つ分かりましたよ。でも僕ら外的要因特にないじゃないですか。なんか注射打たれたりとかなしに震度が上がっちゃったってことは、空気感染で間違いない。空気感染か。だからマスクしとった方がいいんじゃないですかこれ。いや確かに、うん、マスクしなかっただけでこの人震度7になってこんなことになっちゃったんですか。わかんないですけど。やばくないですか。いやなんかあるんだよ。地下に行くと増えそう。なんかマスク探したいですね。でも、うん、じゃあちょっと部屋見てみましょう。なんかの部屋を見ましょう。マスクがありそうな場所、所長室ありそうじゃないですか。所長ってだって生きとかないといけないから。所長室見に行きます。所長室行ってみましょう。行きましょう行きましょう。おい、所長室扉クラス4って書いてありますね。うわ、入れないのか。偉いやつしか入れねえんだ。うわ、そういうことか。あ、じゃあクラス1で入れそうな部屋ってどこですかね。会議室と仮眠室が目に入りますね。え、でもクラス2のウォッチもあるんじゃないですか。あ、失礼、今言ったのはクラス2ですね。あ、クラス2か。なるほど、うん、じゃあ仮眠室行ってみよう。うん、行ってみよう。仮眠室行こう。仮眠室、ここに3があるはず。バイオハザードのここに3があります。今扉の前にいますがどうしますか。ちょっとこれ外から様子を伺いません。確かに怖いですね。誰かちょっと聞き耳が立つ人とか。聞き耳は任せてもらっていいですか。あ、お願いします。聞き耳だけで YouTube やってきたんで。いきます。どうやって失敗しました。失敗しとるやん。何も聞こえません。すいません。いやもうここはもう全員で行きますか。行きますか。20まずいなこれ。聞き耳のバンジュー。おー、あ、素晴らしい、いい数字だ。中からいびきが聞こえてきます、ね、寝てるやついるぞ。おい、まあ、仮眠室ですからね。じゃあ入って大丈夫です。じゃあ聞き耳成功したんでボンさんどうぞ。どうぞどうぞボンさん。どうぞどうぞ。いや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 、なんで俺、なんで俺なのよ。成功していくよ。行くよ。はい、行きましょう、はい、行きましょう行きましょう。行くよ。やっぱみんなで一緒に行こう。せーので行こう。せーので、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 せーの、せーの、よいしょ。中入るとですね、さまざまなパソコン、ハードディスク、コンピュータ専門誌、漫画雑誌、ゲーム機器、ファンタしか入ってない冷蔵庫、たくさんのうまい棒などが散らかったひどいありさまの仮眠室ですね。きたね。うわ、一人の男が寝てます。劣悪な環境だこいつは。誰だ。起きちゃったか。あ、起きちゃった。うん、何、何の用。いや、ちょっとなんか外の様子がおかしいんです。え、どうに外の様子って。いや、なんかさっきから大変なことが起きてるんです。あ、だからその大変なことってなんだよ。いや、なんか偉そうな人がいきなり首もげて死にました。いや本当なんです。大変なことなんです。大変なことが起きたんです。本当なんです、本当なんです。これマジです。本当なんです。なんだよ、そんな面白いことになってんの今。ざまみろだな。どういうこと。そういうタイプ。お前か。何が。お前がやったのか。何よ、そんなこと俺がやるわけないだろ。いや、ただなんか偉そうにしてるやつはムカつく、そういう話だよ。あ、そう、なるほど、確かに分かる。あのレベル2以上のカードキークラス、クラスクラスのって持ってないですかね。その辺持ってないですか。俺は2しか持ってないな。あ、だよこいつ、こいつゴミです。そんな態度取っていいの。俺コンピューター得意だけど。え、コンピューター得意なの。確かに得意そうな顔してる。いろいろデータ見たりとか扉のロックの解除とかもできるかもしんないけど、いいのそんな態度取って。そんなこともできる。仲良くしましょうよ。でもこいつさっきゴミって言ってんの俺のこと。いや、これ違います。ゴミ落ちてたんですよ、ほらここに。うん、じゃあ掃除しといてくれる。はい、任せてください。じゃあ俺だけ掃除します、ここ。お兄さん、お兄さん。ん？何？腕時計ちょっと見せてもらっていいですか。え、いいけど。これ震度1って書いてありますね。震度は1なんだ。ってことはお兄さんも感染してるってことですか。え、これそういうあれでしょう。だって僕ら来るとき0ですよこれ。で、事故が起こった後に1になったから、もうその時点でなんか起こってるっしょ、体に。 G ウイルスだ。さっきも言ってたな、そんなこと。 G ウイルスって何ですか。この病院実は新種の病気の研究してるらしいんだよ。G ウイルス。そう。どんなウイルスなんですか。いや、俺その人事の情報を盗み見てたら、そういうのやってるってのを突き止めてさ。あなたは何を研究してるんですか。俺はだからそのコンピューターの弱いおっさんどもの代わりにいろいろやってやってる隙間でそういうことやってるだけで、あ、まあ当然の対価っていうか。なるほどね。多分地下のメインコンピューターさえ使えれば大体思い通りできんじゃないかな。あ、地下にコンピューターあるんだ。うーん、なるほどね。地下じゃないコンピュータールームは何が。地下じゃないコンピュータールームはそんな大したことはできないから。あ、そうなんだ。地下のやつが強いんだ、うん、なるほど。ここの仮眠室のやつは俺が勝手に持ち込んで私物化してるだけだから、うんうんうん、いや、じゃあこの仮眠室でできることやってよ。なんで俺がそれお前らのためになんでやんなきゃいけないんだよ。いや、やった方がいいって。いやいや、頼むって、うん、金は持ってるからこの人。何、お金くれんの。ボンジュールさん金めちゃくちゃ持ってます。すごいんだよ、持ってるよめっちゃ。まあ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 、まあ、何、うん、いくら欲しい。じゃあ100くれんなら考えてやってもいいけど。ああ、いいよ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 。ほんと、マジやった。100 100 100
100ね、100ね。一応言うけど万だよ。え ?100 万 ?100 万いや、一応言うけど円だよ。じゃあま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 あ、じゃあ後で請求書をくれれば。ガチでね。まあ、一肌脱いじゃおうかな、ポキポキ。おお頼むわ。てかさ、君さ、何、俺たちのクラス上げることできない？確かに。それこそメインコンピューターに入って、うん、あんたらのそのタグのあれ結びつければできると思うよ。いやいや、やってよ。マジか。やってよ、やってよ、やってよ。それ今からやるから、まあ待ってろって。ありがとう、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 ありがとう。さすが友達、さすが友達。めっちゃ使えるじゃんこいつ。我が友よ、心の友よ。ありがてー。俺は糸数って言うからよろしく。糸数よろしくな。糸数、糸数、ちょっとこの病院のこと他にもなんかいろいろ教えてくれよ。え、この病院か。表向きは新薬の開発だけど本当はウイルスの研究っていうのやってるっぽいのと、あとはなんかここの所長を赴任してからでかい荷物を運び込んでて、でかい荷物、なんかそれが関係してんじゃないかな今回の。絶対したい。それ死体運び込んで何してん、何してんの。早くね。絶対したいっすよこれ。あるでしょでかい荷物、いろいろ死体じゃなくても。違いますかね。あとそこの女なんか所長が個人的に雇ってるらしいから。え？人事情報にそれ書いてあった。個人的に雇ってる？愛人的なね。パパ活。気をつけた方がいいぜ。なるほど。はいはいはい。終わりましたか糸数さん。じゃあそうやって見たら、糸数は目を見開いたまま動かなくなってます。糸数どうした、どうした、ちょっと糸数。はいどうも、あまるでーす。びっくりしたかな。実はね、7月の31日に VTuber のあまるが爆誕しました。見ての通りね、神様なんでよろしくお願いします。主に YouTube と Twitch のライブ、あとショートで VTuber 使っていこうと思ってるんで、みんなもぜひライブ遊びに来てね。ちなみに怒ると目が光って、そしてうわーなんだよこれ、うわー仮面をかぶると人格が変わります。いや今日はね、せっかくなんでこの姿で質問答えていきたいと思います。質問です。あのタグだけのルールありますか？工夫があれば教えてください。質問ありがとう。アマタクだけのルールは特にないです。個人的にはクトゥルフ TRPG って結構ニッチマイナーなんだけど、まあ強いて言えば、もう思いっきり楽しむことぐらいかな。初めての人ってもう名前もややこしいし、なんか難しそうみたいなイメージがあると思うんですけど、そのイメージをやっぱり実際にやってみたり触れてみたりしないと絶対に分かんないと思ってて、こういうことって。例えばあそこのラーメン美味しいよって言われて100回言われても味って分かんないじゃないですか。でも1回食いに行ったら味分かるよね。それと同じだと思ってます。だからクトゥルフ TRPG はラーメンです。他にもどんなことでもいいので質問があったらコメント欄でお待ちしております。次は多分立ち絵に戻っちゃうと思うから、 VTuber 気に入ってくれた方はぜひライブとかショート見てください。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。Thank you.